よいしょ。これで結構3000いっちゃうんじゃないの？よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。次の相方用に買っとくべき、貴重なものは残しとくべきって考え方もあるかもしれない。ね。これ入んないね。これ売ると、いくら？ 111 円だよね。よし。よし。こんなん売っても、たかが知れてるね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。起き出した。俺たちは何やってたんだみたいな。よいしょよいしょ。もうみんなまた。ちょっと漁夫乗りなんでね。俺？あ、危ない。今ね、上盗めるじゃんって今一瞬思ったんだよね。みんな行っちゃえば。セキュリティ山まで。どうしようかな。売っちゃう。まだまだいけんじゃないか。おいしょー。おいしょ。ちょっと待って。この人。よいしょ。これは7位でしょ。もうこれはもうほとんどクズ。これ売りたいな。これがゲットできない。うん。よいしょ。よいしょ。あれ？まあいいや。うん。一通り。今ふと思ったけど、自分のアイテムどっか置いとけばいいんだ、剣は。ね。どっかここら辺に、ここら辺に。なんか、多分落としたらだから盗み物だって思われちゃうんだよね。まあだから盗み物だけど。こういう楽しみのゲームなのかな、ちょっと。死体あさりゲームなのかはわからないんですけど。序盤は多分これが一番稼ぎやすいんでしょうね。しかし、こいつよく持ってくるなっていう。印象でしょうね。こいつ絶対どっから盗んでんだろうな、みたいな。よいしょ。こいつ絶対どっかから盗んでるよな、っていう。よいしょ。よいしょ。よいしょ、よいしょ。よいしょ。また来やがった。生き生きとしてるな、みたいな。こいつ、すんごい稼ぐな。よいしょよいしょ。うわ、なんか、虫がたかってるよ。大丈夫？よいしょ。もうないかな。ほぼほぼ、おう、おるじゃん。ほぼほぼ、かすめ取った。ね。あとはいらないみたいな。よし、よし、よし。よし、よし。いまいち操作性がね。自分でこの視野も、この視覚も自分で操作しなきゃいけないからきついね。次の相方用に一つぐらいは残しとくか。多分それが賢明なんだよな。よし、できた。したら、自分の剣を取りに行こう。こうやって取る。よし、取った。うん、装備した。よし。俺
腹減ってんじゃないの？大丈夫？あれ？うん。食べたのかな？よいしょ。さっきお腹空いてるってなったよね。まあ、いっか。あ、あと、帽子とか。あと、下駄系？まあいいや、ここに死体残ってんのかな、結構。よし、そしたらね、誰かを。この人は何？お、この人もサンズ。うん。サンズも3000でいいぜって言ってるな。どうしようかな。こいつ強そうだけど、こいつ多分違うよね。あー、こいつはボディーガードだ。で、これがサンドでしょ。さっきのがサンズ、こっちがサンド。サンドの方がかっこよさそうなんだけどね。ちょっと、他に誰かいんの？あと、この人ちょっと強そうだな。この人は話せない。ってことは、サンズかサンドか、よく見てみようか。音が下行っちゃった。音下行っちゃった。うん。下行っちゃ見えない。こうだよね。あ、え、女性？女性っぽいな。こっちにしようかな。ちょっと頼りがいないけど。よし。よし、こいつ。二人目ですね。ようやく二人になりましたね。プラントとサンド。サンドはね、裸ですね。ちょっと見てみようかな。インベントリー。そうだよね。こっちは、プラントか。プラント、これ飛ぶって、サンドも出せるよね。うん。よし、じゃあ、予定通りね。サンドに、これを渡しますか。ここかな？よいしょ。よしよし。こういう感じなんだ。これ食料か。あ、食料一つ渡しとくか。あ、食べた。え？あ、すんげえお腹減ってたの？そうだよね。あ、すごいお腹減ってたんだ。よかった。もう一個食べんのかな。よいしょ。じゃあ、食事後で買わないとな。でしょ？これでしょ？これでどんな意味があるのこれ。コンバットスキルボーナスが1か。プロテクションとしては、アシート33。なんか酸性なものに強いのかな。あと、一応、エイドキットはね、分けときましょう。で、サンダルか。サンダルっていうかこれ下駄だよね。うん。で、サンドが持っている武器は、カッティングダメージ、切りつけダメージが 0.39 か。こっちは 0.47。こっちが高いね。で、ブラントダメージですね。打撃系のダメージが 0.05 入るんだ、こっちは。だけど、こっちは0か。アタックボーナスがプラス3。アタックボーナスがこれマイナス4とか。重いってことかな。ディフェンスボーナスがただプラス4だ。こっちはマイナス5だ。ちょっと危険だね。うん。お金もちょっとまだあるから、やっぱり食べ物かな。おっとっとっと。二人になると、ちょっと厄介だね。操作が。これ食事こいつあんのかな？見せてと。あ、これちょっと、でもな、ガサバルね、これ。これがいいな。いくらこれ。あた、え？ 600 円もすんの？高いな。あれ？高くない？700円。
これは何？ドライドミート。15ニュートリション。これ安い。でもガサバンだよね。いいや。これ買って、これ買って、これ買っとくか。ね。スリーピングバッグ。これを持ってるとキャンプベッドが作れますよと。これで休憩できるよと。多分体力上がったりするんだろうけど、今は使わないんじゃないかな。うん。なんだかんだでお金が少なくなったね。よいしょ。ちょっと、どうしよう。なんか物を漁って、もし何かあるなら。これ、売っても、あ、何これ。何これ。あ、これ足かせだ。もうないもんね。なんか、いいものって。こんなの売っても7円しかならないし。うん。よし。お、すごい。これ誰？ちょっと、何これか、何これ。このかっこいい、やつらは誰？これどうやってどうやってみんなこれ、あ、違う、これこれ、この人、この人だよね。あ、かキャラバンガードなんだ。どこ行くんだろうね。こいつらについてくっていうのもありなのか。よし。なんだっけ、ここら辺の炭鉱を掘ってたよね、前まで。なんか言ってますね。誰が言ってんの。レイパリングっていうのが上がってんのかな？そんな感じがする。ちなみにサンドの得意なものはないね。うん。アスレチックも上がってんのかな？レイパリング。レイパリング上がってる気がする。おいしょ。うん。レイパリング上がってる。アスレチックは69でしょ？で、ちょっと切り替えて。上がってる気がしない。まあいいや。もうちょっとまた漁夫の利用できればいいかなぐらいのね。ちょっと見ときましょう。よしよし。向こうね。向こう見てこっち見てみたい。よいしょ。おっと、危ないよ。お、キャラバンガードだ。こんなガード連れてくって相当なキャラバンですよね。すごいすごい。よいしょ。喧嘩になんないかね。盗賊と。よいしょ。うん。これね。よいしょ。こうか。
よいしょ。お腹減ってるね。うん。剣によってこのディフェンスとアタックのね、違いがあるんだね。またこれキャラバンガードでしょ。そうだよね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。重くなってきたかな？こいつね。二日目ね。お？よし。これでいくら売れんだっけ？これでセルして156か。大したことないんだよね。やっぱり。これお腹空いて終わりとかなんないの？ね。食料買って終わっちゃったってなるよね。怖い怖い。よし。よし、あと一回やったら、取って帰るか。